いやー、バロラント難しいよなー。特に構成ね。チーム内で決めることなんだけどさ、誰が何使うと難しいよ。なんか、むずいよな。プール広いからといって別に、ね、逆になんか特化してない。そういう人でジェットできないしね。例えばゼファーさんとか、ペッパーさんみたいな。ああいうビュンビュンジェットはできない。特化してる人のみだよな。パさんで他のキャラも使えるもんね。パさん特殊だけど。逆にさ、ゼータもさ、ゼータ強いよ。何の構成でも多分強いと思うね。OTP がいないよね。レッド戦とか。難しいよね。キャラの能力を出すのか、その人の良さを出すのか。むずい。まあ、特にデイリストかな。デイリストさんもレイナめっちゃうまいし。はい、もうまいけど。え、強いから、何でもいいもんね。ステージ2の俺らみたいに、個人の強みをしまくるのか、もういいよ。レッド強い人、わからんな。まあでも、下位のチームでも、やっぱ火入れてる人多いよね。フナティック、ダークでも、エンズでも、レッド戦みたいな、がいるチームは、強いイメージある。ダークはソバもステージも強い。あれこそペッパーさんっぽいね。